庄重子です。コメダのテイクアウトあるんですね。いろいろ買ってきました。日頃お店では食べないのばかり買っちゃった。ポテトサンド、ハムサンド、ピザ、網焼きチキンホットサンド、網焼きチキンホットサンド、デザートに小倉トースト、いただきます。ポテトサンド、ポテトサラダが挟まってる。ザ・サンドイッチっていう香りですね。うん、おいしい、おいしい。野菜もシャキシャキしてるし、ポテトサラダのこのポテトが結構大きめに切られてあるので、すごいホクホク感があって美味しいです。切り方を選べます。私はちょっと大きめなのがいいと思ったので3カットにしてもらったんですけど、多分お願いすれば自分の食べやすいサイズにね、切ってもらえると思います。うん、パンも美味しい。本当食べ応えがあるサンドイッチですね。サンドイッチ食べるの初めてです。ハムサンド、ハム、レタス、ヘルシー、からしマヨネーズ選びました。おいしい。あっさりしてますね。野菜が中心のヘルシーなサンドイッチですね。シンプルなのもまた美味しいんですよね。美味しいですね、サンドイッチ。私卵系がすごい好きなんですけど、卵はね持って帰れないっていう、テイクアウトがないんですね。まあでも逆に言ったらなかったんで、新しい美味しい味を知ることができました。ラッキー。コメダといえばコーヒーもテイクアウトができちゃいます。まあ、できるのとね、できないのがあるので、その辺はお店の人にね聞いていただければと思います。そしてね、これは嬉しいですね。豆菓子、コーヒーの味も変わらず美味しいです。網焼きチキンのホットサンド、これ絶対美味しいやつや。おお、
肉がね柔らかくて分厚いです。野菜とぴったり合ってますね。シャキシャキ感、肉が美味しい。うん、米でいる時もついつい足をこうやって組んじゃうんですよね。だからここでも組んじゃった。ちょっと冷めたらね、家にいるので電子レンジでねチンもできるしね。テイクアウトいいですね。うん、全部が全部具がぎっちりですね。焼けたね、パンも美味しい。ピザは分かれて入ってます。半分半分ですね。コメダのピザ初めて食べる。うん、生地がね美味しい、まあ、もちろんチーズ美味しいんですけど、生地がもう基本のここが美味しいです。特製ピザって書いてあるもんね。テイクアウトいいね。うん、美味しい。デザート。うわ、美味しそう。デザートです。うわ、うまっ。美味しい。もっちもちしてますね。あんことバター贅沢に入ってますね。美味しい。うん、コメダのあんですね。このパンにバターがしっかり染みてて、あんことまたよく合います。1枚です。ごちそうさまでした。よかったです。コメダのテイクアウト、テイクアウトだからこそ頼んだものばかりだったので、新しい味が知れて本当によかったです。美味しかった。はい、今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。テイクアウトいいね。なんか食べたことないのつい買っちゃうから、新たに美味しいものが発見できます。
美味しかった。